頑張る生き方をやめて、思い切り張り切って生きよう。それが幸せになる最大のコツだよ。Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、Oh my god。全世界78億5000万人の皆さんへ 100% 幸せ伝授、サトリッチマスター吉川貴博です。本日もお前ごとチャンネルへようこそおいでくださいました。こちらのチャンネルはお前ごと、お前が神、要するにあなたの現実を作っているのはあなたという神様ですよという宇宙の絶対的な真理をベースに、あなたの幸せが、愛が、豊かさがどこまでも広がっていくサトリッチライフ実現の方法を分かりやすく楽しくお伝えしている番組です。今日のテーマは幸せに生きる最大のコツ。知りたくないですかね。幸せに生きる最大のコツとはこれだよというのを解説していきますね。で、今回この動画を見ますと、なんか巷で聞いたことあったけど、すごく誤解してたなと。本当の幸せになるコツっていうのは、これなんじゃねえか、わおわおわおっていう感じで感銘を受けて、あなたの幸せがどこまでも広がることをお約束しますので、よー、神回チェキラ最後まで、めということで、早速スタートしていこうと思います。今日のね、この幸せになる最大のコツ、結論からお伝えしますと、頑張る生き方をやめて、その代わりに、思い切って、張り切って生きればいいよという、たったそれだけなんです。ただただ、この頑張らない生き方、とてもね、罠が潜んでいる言葉なんですよね。頑張らないって聞いてしまうと、もう怠け者になって生きればいいじゃないか。ああ、何もしないで生きたい。ね、ただ退屈暇だっていうことが幸せっていうふうには感じませんよね。それは間違ってるんです。そうではなくて、頑張らない生き方っていうのは、要するに、こうか、あーってね、力が入っちゃっている、頑張っている状態が、ストンと力が抜けて、リラックスしている状態なんですね。で、このリラックスしている状態っていうのは、頭の中のおしゃべりが静かになっている状態なんです。ですから、頑張らない生き方っていう言葉を置き換えるのであれば、思い切って今を楽しんでいる状態、思い切って今を生きているっていうことなんですね。思い切るというのは、思いを切る、要するに、この思考を横に置いて、今と一つになって今を楽しんでいくっていう意味なんです。で、もう一つ素敵な言葉がありまして、張り切る。ね。これはこの間ね、ちょっと素敵なお友達のところにね、お宅にお邪魔して、今度ね、このチャンネルにもぜひ参加していただこうかと思っている方がいらっしゃるんで、まあ、今のところはちょっとシークレットにしておきますけども、その方が、張り切るっていう言葉が私は大好きだっておっしゃってたんですね。張り切る。まさに、頑張る、張る、これを切る。まあ、リラックスして緩んで、頑張った状態から緩んでいきましょうっていうことなんです。ね。わかります？ね。頑張らない生き方は、思い切って、張り切って生きることなんだなっていうことを、チェキラインプットしておいてください。ね。チェキラインプットってなんだよって話ですけど。で、この、チェキラインプットした上で、もう一歩掘り下げて具体的に、思い切って、張り切って生きる方法を伝授しちゃいます。その方法とは、頑固さを大切にしろっていうことなんです。は？そう、はぁって出ちゃいますよね。矛盾してますもんね。ただね、この、頑固さを大切にするっていうのは、この、あ頑張って頑張って、っていうことではなくて、この、っていう頑ではなくて、硬くなさではなくて、この、腹のね、下っ腹の、丹田にある思いに、素直に生きるっていう意味なんです。で、この丹田は、体の真ん中に位置していて、ここに意識が集中して、ここに力が入っていくと、他の体の箇所っていうのは、ストーンと力を抜いて生活ができるんですね。これは、武道であったりとかね、スポーツであったりとか、いろんなジャンルで同じことが言えるんですけども、
丹田を軸に力を入れてやると力を抜いてスコーンと打てたりね、この間僕ゴルフを初体験しましたけども全然うまくできないんですけども、あれも丹田に力を入れるとただこうやって振るだけでスコーンとねクラブがいいところに当たればポーンと飛んでくっていうね、はい、じゃあそのままそうそう振ってもらって、そうそうそう OK、 じゃあそのまますいません、佐藤君このままこうやってターンしてきてゆっくり、ほいほいほい、はい、じゃあもう一回昔のやつやってください。昔のやつよ。そうそう。はい。はい、オッケー。こんな感じだったのね。はい、じゃあ今のは今のどうでしょう。これだけで全然変わるけど。めっちゃ綺麗じゃない、うん、めちゃめちゃ綺麗。アドレスはね。で、大きくバックスイングして。そう。おぉ、ナイスショー。このヘッドに当たるようにバックスイング上げていいね。そうそうそう。オッケー。はい、じゃあそのまま打ってみようかな。大きくですよ。円は大きくね。はい、円は大きく。グッショー。ナイスショット。ほら、ボールも上がったし、飛んでるし、最高です。ちょっと、そこで一言、これ、いかないと。そこで一言。そうよ。ちょっと笑っちゃった。これなんですよ。だから、頑固さっていう、その人その人の個性っていうものが頑固さなんですけども、そこは譲ってはいけないんですね。そこを譲って、ああってなってるのは、いける屍、横文字で、ゾンビってことになっちゃうんでね。それは違うんです、僕が言ってる生き方とは。うん、だから、まとめますと、頑張らない生き方っていうのが幸せになる最大のコツなんですけども、捉え方を間違えると、生けるゾンビ、生ける屍になってしまいかねないので、言葉を思い切り、張り切って生きるっていう言葉に置き換えるといいですよ。さらに一歩踏み込むと、自分の中の頑固さは大事にしましょう。矛盾するように聞こえるかもしれないですけども、その頑固さというのは、この下っ腹丹田、要するに魂が宿っている場所と言われている下っ腹の部分に力をちゃんとね、向けて、意識を向けて集中させて、こう軽やかにリラックスして思い切り張り切って、ここには力を入れて思い切って張り切って生きると、あなたはどこまでも幸せになりますよ、ということで、やばいですね。どこまでもあなたのサトリッチライフ、広がっちゃおかんね、ということで、最後ご紹介いっちゃいましょうか。オーマイゴッド、お前が神だぜ、世界は一つ、サトリッチライフ、どこまでも広げていこうぜ、ということで、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今日も、丹田に力とか、特に考えてないよね、この子たち。猫ちゃん、どうぞ。はい、黒猫のルナちゃんです。ルナ。ルナ。あとちょっとだね、本当にね、最近はね、本当に尻尾も立ててくれてね、ねえルナ、黒猫はラッキーの象徴なんですよ、皆さん、ね、うん、でしたのキョロキョロしてるね、ルナち、ルナかわいいやつですね、ルナちん。ねえ。ねえ、皆さん来れますよね。もうあんまり動じなくなってきたのね、ルナは。ルナ。そして、息子のゼイちゃんがここにいますよ、皆さん。はい、来ました。ゼイちゃん、ゼウスです。王子様だね、もうね。キャットタワーのてっぺんにいつも座っているんだよね。見てください、皆さん、これこのね、キャットタワーああ、気持ちいいね。ゼイちゃん、いい子いい子大好きだね、本当にね。うん、ゼイちゃん大きくなりましたよ、皆さん。ゼイちゃん、結構ねえ、どんな顔なんだ、これは。かっこいい顔なのか、かわいい顔なのか、どっちだ、これ。うん、ちょっとかっこよさげな気もするんだけどね。うん、甘噛みしてくれてます、皆さんね。はいはいはい。黒猫ルナと
息子のゼウス、月の神様と全知全能の神様でございました。皆さん以上でございました。チャートアップで最後おしまいです。